2004年夏、未来の日本代表選手たちの熱くそして激しい戦いが繰り広げられた。厳しい練習を積んできたサッカー少年たちが日本一を目指し頑張った。ただひたすらボールを追い、流されたたくさんの涙と汗、思わず胸が熱くなる大会が今幕を開ける。今年も少年たちの戦いの夏がやってきました。ここ長野県菅平高原で第17回サッカーマガジン少年大会2004が始まろうとしています。今回もこれからの日本を支えていく少年たちのプレーに期待したいと思います。今年で17回目を迎えるこの大会、全国から108チームが参加。小学生にとって数少ない日本一を決める戦いだ。選手たちの意識も高い。先生、僕たち選手一同は J リーグ選手に負けないよう力いっぱい戦います。そして優勝チームは韓国の全国大会に出場できる、まさに夢の大会だ。昨年は4連覇の新座片山が5連覇をかけ挑んだ。しかし突然の豪雨で始まった2回戦、ボールコントロールを失敗、ゴールを決められ、それが決勝点になり1対0のまま敗退。新座片山に勝った白石シーガルスがそのまま優勝。今年絶対に負けたくない新座片山、王座奪還を目指し日夜厳しい練習をこなす選手たち。そして努力を積み重ねてきたからこそ、キャプテンは去年よりもレベルが上がってるから今年は絶対優勝したい。絶対優勝するぞ。いよいよ全国から集まった強豪108チームによる予選が始まりました。なんといっても注目は連覇を狙う FC 白百合シーガルスと新座片山 FC の試合ですね。試合時間は20分ハーフ。予選リーグでは各チーム3試合を行い、108チームからわずか32チームに。決勝トーナメントに勝ち進むだけでも熾烈な戦いだ。いよいよリベンジをかけ新座片山が動き始めた。初戦の相手は、最初の試合自信はあります。 J リーガーも輩出した東京の砂町サッカークラブ、戦いが始まった。初戦は9対0で圧勝の新座片山。第2戦は京都の衝動カンガー。王座奪還を目標に厳しい練習に耐えてきた新座片山。予選の3試合では圧倒的な強さを見せた。昨年優勝の白百合シーガルス、コロナ禍で5年生にもかかわらず優秀選手に選ばれた高溝くんが今年のキャプテン。今年できれば優勝したい。3、2、1、連覇を目指し迎えた初戦。
キャプテン高見沢くんのハットトリックで初戦突破。第2戦は東京新宿のオチオンサッカークラブ。やったぜ。予選の熱き戦いが終わり、注目していた FC 白百合シーガルス新座片山 FC は順当に勝ち上がりました。いよいよ決勝トーナメントが始まります。なんと1回戦で柏ラッセル FC、AB 兄弟対決になります。果たして優勝するチームはどこでしょうか。いよいよ日本一を目指して決勝トーナメントが幕を開けた。連覇を狙う白百合とリベンジ新座片山は決勝まで当たらないことに。そして不順が悪かったのが柏ラッセル。なんとトーナメント初戦で兄弟対決することに。無得点のまま前半が終了。最初に得点したのは B チーム。しかし A チームがその後巻き返し同点に追いついた後、連続でゴールを決め兄弟対決に決着をつけた。キャプテンの一番得意なプレー、テクニック。そこで自慢のテクニックを見せてもらった。そんなキャプテンが試合で心配していることは、4年生の弟がちゃんとやれるかということ。白百合のトーナメント初戦は創立21年の埼玉の強豪チームだ。相手が前前大会の優勝者でもどういう強いチームでも自分たちのサッカーをして頑張りたいです。白百合に勝って韓国に行くぞ。負ければ終わりのトーナメント、しかも初戦。序盤白百合らしい攻めが出ず、得点こそできないがシュートで終わる熊谷石原のペース。足速くなくてよかったよ。足速かったら負けちゃう。後半10番兄から17番弟へスルーパスが通り出した。なかなか得点が決まらず、両チーム0対0のまま時間だけが過ぎていく。点を決めたのはなんとキャプテンの弟。そのまま1対0で白百合が勝利を収めた。よかったね。よかったです。どうだった、決めた時。あ、めちゃ嬉しかったです。どうもありがとうございました。決めろよお前。3本目で1本決めたよ。危なかった。弟に文句を言いながらもお兄ちゃん嬉しそう。これからやるチームって去年勝った白百合なんだけど、はい、勝てる自信はありますか。あります。あります。絶対ある。ある。ある。起こす。浦和守備だけは17回連続出場の埼玉のチーム。子供たちの自信の通り試合は攻め込まれるが、得点は許さず無得点のまま。ハーフタイムでもかなり気合が入って、後半はまさに死闘。お互い一歩も譲らない。どちらが勝ってもおかしくない試合。
両者無得点のまま試合終了間際最後のチャンスが白百合にゴール。両チーム素晴らしい試合をありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。ゲームだからな、勝ち負けるんだから、これだそうよ、分かった。はい。一方、リベンジを図る新座片山、これからが本番なので頑張ります。トーナメント初戦は地元長野セレソンズ。キャプテン自ら決めて初戦突破。そして2回戦、新座片山に大きな壁が。昨年準優勝の ACC お使い道、パワー、テクニックともトップクラス。もちろん優勝を狙えるチーム。まあ俺が決めて、もちろん。序盤、強豪四街道の堅い守りに新座片山なかなか攻めきれない。しかし新座片山速攻でゴール。結局波に乗れないままの四街道を新座片山が下した。これ忘れないで。もっと練習して次は勝てるぐらい強くなってきます。この番組は住まいのデパートペンタ君の提供でお送りします。ペンタ君へおいでよ。ペンタ君おいでよ。リフォームをお考えのあなた、まずはペンタ君でご相談ください。ペンタ君の最大の特徴はプランを作りながらその都度実物を見て触って体感できることです。ペンタ君には約200名のスタッフが常駐、あなたのためのプロジェクトチームを作ります。予算はプランはその場で何でもご相談いただけます。このキッチンなんですけど、素敵ですね。自分で選べるから作る楽しみがある。このお風呂なんですけど、こういうのいいですよね。ペンタ君は従来の提案型ではなく参加型のリフォームを可能にしました。納得いくまで何度でも見て触って体感できるから安心です。ペンタ君で夢のリフォームを実現してください。待ってるよ。この菅平で行われた大会は2泊3日の間チームで寝泊まりを共にし、試合に負けても憧れの J リーガーと練習したり、ゲームなどのイベントで子供たちの笑顔が絶えなかった。特に今年は女の子の参加も多く、中にはかなりのプレーを見せる子も。いよいよ準々決勝、
いずれも劣らぬ強豪揃い。果たして優勝するのはどのチームか。兄弟対決を制した柏ラッセル A と北海取サッカークラブ、結果は柏ラッセルが鉄壁の守備で勝利。続いて藤岡第二小サッカークラブと ACC アズールとの試合は、藤岡の長身ストライカー鈴木くんが次々と得点を決め準決勝に進んだ。白百合の対戦相手はこっちはニーザだとね。ニーザ？その相手とはなんと強敵ニーザ片山 FC の兄弟チーム。小学5年生ばかりを集めたニーザ片山ひよこ FC、 一体どんなチームなのか。体力には自信があるというニーザ片山ひよこ。王者白百合は打ち負かすことができるのか。前半ニーザ片山ひよこがペナルティー、白百合キャプテンが祈りを込め PK ゴール。試合の流れを作ったかに思われた。が後半、今度は白百合が同じ場所でペナルティーを取られ、1対1に。結局勝敗は PK 戦に持ち込まれた。ここで決めなければ負けてしまう白百合、思わぬ番狂わせが起きた。負けたからなんとも言いません。キャプテンは言い訳をしなかった。いよいよ準決勝です。新座片山ひよこ FC 対柏ラッセル FC A と、新座片山 FC 対藤岡第二小サッカークラブ、非常に楽しみです。いよいよ準決勝が幕を開ける。どうしても気になる試合に北沢もピッチサイドまで降りてきた。何かって前ね、11番の、うん、今の子得点感覚あるよ、あの18番の子。北沢が得点感覚があると褒めた直後、18番がゴール。試合はその後すぐラッセルが同点ゴールを決めた。自分たちのこの1点の力っていうのは大きいですからね。
新座片山が前半良かったのは、はい、球際のところですね、はい、ここ早いから、はい、まあ、それが多分習慣づけてるチームだと思うし、はい、過ぎだろうけど追い込みの雰囲気出てるよね。準決勝だけあるよね、うん、入った。おお、何今の。北澤選手を驚かせたスーパープレー。あれこそスイーパーリベロ今はね、うん、寝ちゃうか。うまい、うん、素晴らしい、うん、マルセイユターン。小学生とは思えないこの身のこなし、必殺マルセイユターン。試合は後半1点を追加した柏ラッセルの勝ち。準決勝の勝ち方としてはこの柏ラッセル A のチームは非常にこう決勝に向けていい勝ち方ができたんじゃないかな。悔しいです。練習いっぱいして勝ちたいです。そしてもう一つの準決勝、新座片山が決勝進出を決めた。無失点で行きます。決勝無失点優勝。ペンタ君へおいでよ。リフォームをお考えのあなた、まずはペンタ君でご相談ください。ペンタ君の最大の特徴はプランを作りながらその都度実物を見て触って体感できることです。ペンタ君には約200名のスタッフが常駐、あなたのためのプロジェクトチームを作ります。予算はプランはその場で何でもご相談いただけます。このキッチンなんですけど、素敵ですね。自分で選べるから作る楽しみがある。お風呂なんですけど、こういうのいいですよね。ペンタ君は従来の提案型ではなく参加型のリフォームを可能にしました。納得いくまで何度でも見て触って体感できるから安心です。ペンタ君で夢のリフォームを実現してください。待ってるよ。いよいよ108チームの頂点を決める決勝戦が始まろうとしています。柏ラッセル FC A と新座片山 FC です。どうだい決勝戦を前に。とにかく勝ちたい。うん、勝って勝って韓国優勝して優勝して韓国行きたい。韓国行きたい。はじめまして。はじめまして。おめでとうございます。勝ちます。なんか圧倒的じゃないですか。そうですかね。見てる人は多分そう思うかもしれない。自分的にはまだまだ足りない部分がいっぱい出てきてるし。何点取った？15点。決勝戦はどう？意気込みは。天井。いよいよ決勝戦開幕。新座片山 FC リベンジ優勝なるか、それとも新生柏ラッセルが頂点を極めるのか。今決勝が始まりました。赤いユニフォームの柏ラッセル FC A、 さあ新座片山陣内にこれは入っていきます。右サイドからスローイン、21番の佐藤、右サイドからの形が一つ得意な形になります。この柏ボールをキープする。ここはヘッドで
前方に送りますが、もう一度中へ。左サイドボールが流れる。ここはチャンスにできません。柏原セル FCA。 やっぱり決勝戦だけあって、このボールへの執着心がすごいね。やっぱり長いスロー入れてきた。ゴール前どうだ。ヘッドクリアする。前に送るか。ここは競ります。ヘッドにつなげる。長いボールを出します。さあここに走り込むか。キーパーが出ました。前線へ早めに入れて、足の速い選手がいると有利っていう部分もあるな。新座片山の方はやっぱり3トップで田中、清水、小林、この3人はやはりタレント性があるっていうか、個性が強いから、この3人がボールを持った時にはチャンスになるだろうね。これ小林は速いし、田中君はやっぱ上手いし。柏原セル FCA ボールをキープ。少しボールが流れる。あー、ここでファール。フリーキックになります。さあ新座片山 FC、 もう少し浮かし感じになった。スペースできた。飛び込んでいく。シュート決まりました。先制は新座片山 FC。 ちょっとやられたね。今打ってくると思ってスペース取られたね。完全にそのプレーだこれ。1点のビハインドを追う形になります。柏原セル FCA。 山岸の先制点で新座片山 FC まずリードしました。長いボールを送ります。中央にボールを落とす。これはクリアします。27番の田中、右サイドにボールが流れる。さあ佐藤に行った。チャンスメイク。ここはいけるか。右サイドから佐藤、突破できるか。ここはディフェンサー素早く体を寄せます。一旦戻す。クロス入れてきた。ニアサイドはしかしキーパー直接取りました。左サイド向きを変える。この辺はかなり熱い守備、寄せの速い新座片山 FC。 すぐさま前方へ。さあエースの清水、清水から広いサイド小林、その小林へ、小林の前が空いた。決まれてる。シュート決まりました。新座片山 FC アグレッシブだね、非常に。まあ最初は硬いスタートだったけど、やっぱ新座のね3トップがこう力あるから、安定感をつかめる前に裏へ裏へ入れられるから、ちょっとまだこう試合にこう入り込めてないのかな。新座片山、これは得意な形。立花のロングスロー、いいボールが入ってくる。ヘディングで足当てか。右足シュート決まった。押し込みました。新座片山3点目。3対0と突き放します。フリーキック前方に大きくフィードしました。前半終了3対0。新座片山 FC 大きくリードして前半を終えています。柏原セルは準決勝もこう最初のスタートがこうスロースタートっていう雰囲気もするし、まあ、だんだん慣れていく中で監督との話し合いの中でポイントを掴んでいけるチームだからね。2人が取り行く時っていうのは、相手が来た時にハーフとバック取り行くってやつなの。もうどん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 行けよお前、足早いんだから。何緊張してるんだお前は。今後半が始まりました。リベンジ優勝を目指します新座片山 FC、 3点の大きなリードを取りましてこの後半を迎えました。スローインから、ここは攻め込もうという柏原セル FCA。 ああこのチャンスになるか。佐藤、あっとしかしここは三浦がよく防ぎました。コーナーキックになります。ヘディングは飛び込めない。しかしチャンスだ。右足シュート。あークロスバー、なおもまだチャンスがある。しかしここはクリアします。惜しくもクロスバーに阻まれました。さあ新座ここはボールをキープ。
ボールがこの辺りは落ち着きませんが、佐藤中央でボールを抑えて得意の右サイドに流れようというところ。この子たちも小さいによく走って頑張るよな。20番の佐野くん、で24番の中島。このボールへ追いつけるか。ここは頑張ります。田中かわす。田中右足シュート、ボールがこぼれた、押し込みました、決まった。押し込んだのは最後清水、4点目が入りました。さあこれも右前方スペースが生まれて、そこに清水が走り込む。清水がかわした、キーパーが出ているところ、完全にここはフリーになった。5点目を決めました。そして清水は大会17得点目。ここはキーパーが出ます。もう時間がありません。今試合終了のホイッスル、昨年の雪辱を果たしました見事新座片山 FC が5度目の優勝を果たしました。できた。見事日本の頂点に輝いたのは新座片山 FC。 執念のリベンジを果たしたぞ。新座片山 FC おめでとうございます。サッカーチームの代表、そして日本の代表だということで韓国に行って、今日みたいな素晴らしい試合を展開できるかと思います。NEC。 そろそろ上質な色はどうですか？フォーマ N900IS。 NEC。 アンチシェイク、世界初 CCD シフト方式、手ブレ補正機能搭載、デジタルカメラはコニカミノルタ。誕生日には海外へ、バースデー悟空登場、JAL。 韓国との試合を控えた優勝チーム、なんか思い出すな、小学校時代。佐野はいいよ、これらの試合でも俺はもう影の MVP だと思うよ。よかったよ、お前がこのチームにいてくれて。俺はお前期待してるからな。あ、いいね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 、面白い、うまい、うまい。あれは割田君、あれはトップに早いのは田中、はい、キックもいいね。はい、7秒台これ。必死に練習に励む小学生を目の前に、北澤選手も熱くなっていく。そうだ、右サイド呼べ、オッケー、出た。そうかの、そう、一つ、もう一つ、そう、伊藤ナイスカバー、クリアだ。もし向こうに展開されてもいけるポジションで、ボールを見ながら全部、ここも見える、はい、全部見えるところ、全部見えるところ。下がりたい、こぼれるぞ、はい。韓国行ってもいい試合ができるなっていう、気になってきました。自信をつけて出発できるようにしてください。これが君たちが日本の代表として韓国に行くユニフォームです。チーム名はチームペンタ君、はい。OK、 頑張って。韓国で頑張るぞ。おー、憧れの北澤選手に激励され、ユニフォームまでもらった選手たち、いよいよ韓国に飛び立つ。頑張ってきます。
日本から飛行機でおよそ2時間、日本代表チームペンタ君は飛び立った。目的地は空港からさらに車で1時間慶州と書いてキョンジュという町。そこは町全体に韓国の文化遺産があり、歴史や芸術が色濃く残る伝統の町、日本でいう京都である。ありますよ、ありますよ。チャルプタ、チャルプタカムニだ、チャルプタカムニだ。ありがとうございます。ホテルでは興奮気味の子供たち。でかいね、ほんとでかいね。北沢と一緒に韓国の歴史と文化にも触れた。いいね、なんかこの日陰、木陰。もちろん本番に向けての練習も忘れない。そして待ちに待った夕食。大会は韓国の小学生チームが300以上集まり、今年は中国からも参加。まさにアジアの国際大会。日本代表が戦う予選リーグ、ここで1位にならなければ決勝トーナメントには進めない。初戦の地に案内された少年たち。でかいっす。入っちゃっていいの？こんな俺たちの決勝のところよりいいんじゃない？すげえ綺麗。試合会場は日本では経験したことがない広いスタジアム。地元テレビ局のクルーに戸惑う日本チーム。スタジアムには少年たちの日韓戦を見ようと多くの観客が。緊張してんな、緊張したら負けるからよ。どんどん声出していこうぜ。おい、気合いって、おい、集中、おい、気合いって、おい、気合いって、おい、気合いって、おい、走ってんね。おい、初戦の相手が現れたソウルのチームだ。そしてキーパーの身長に驚いた。178センチ。キャプテンに日本チームの印象を聞いた。생각보다요키가작은것같아요1:0정도。いよいよ小学生の日韓戦が始まった。なんと FIFA の副会長までこの試合を激励に。頑張ってください。オープニングゲーム予選リーグのこの初戦が今始まりました。白いユニフォームの日本、そして黄色いユニフォーム韓国ソウルウィー。前線へフラットしたボールを上げた長身のここはキムトッカン。右サイド日本、ここは3人寄せていきますがボールはこぼれる。あーっとボールが取れました。10番のパクヒョンウ、中に入り切り込んでいく。パクヒョンウ、キムトッカン、ニアシュート、シュートに行きました。キムトッカン、あーっとここは足を取られたか。しかし笛はありません。あーキムドッカンが右サイドから待ってきました。シュート、ボールが壊れてる。これはどうか、左シュート、ここは懸命に防ぐ。ここはよく頑張りました。最後はキムドッカンのシュートを6番のワリタが懸命のこのスライディング。さあ日本、田中、細かいパスを通そうというところ。寄せが速い韓国、しかしペナルティエリア内、ここは奪われました。左サイドのこのスペース、韓国左足シュート、ソウルイ左足シュート、これもつながりません。0対0で結局前半を終了しました。5000人を超える韓国への声援、初めての経験、まさにアウェーの状況で、あーやはり息を切らしています。
全くこれまではこういった状況が見られませんでした日本。その厳しい中での戦い、田中が右サイドからクロスを上げるがキーパーの正面です。日本ここは後世なんとかボールをつなげようというところ。あーしかしボールはこれでシュート、キムヒョッジンのシュート。さあ割田のここはフリーキックが直接いった、これはキーパーに阻まれました。長いスローから足出して前に入ってきた、チャンスになるか、宮シュート、田中のシュートはキーパーの正面。あー決定的なチャンスでした。韓国コーナーキックファーサイド、シュートに行きましたがこれはゴールを捉えられません。あーここで田中はどうやら鼻から出血があるようです。フィジカルの非常に当たりの強さを韓国見せてきますが、接触があったでしょうか。さあ時間はもう残り少なくなってきました。0対0、ここは懸命のクリア、日本。さあカウンターいけるか、日本左サイドから上がる、あーしかしここで試合終了です。今大会のオープニングゲーム、日本とこのソウルイ結局0対0、引き分けということになりました。初めての海外、そしてアウェーでは勝ちに等しい引き分けをつかんだ日本チーム。次の試合に向けて相手チームをチェック。中国チームは大人と変わらない大きさ、そしてこちらは次に対戦する髪の色が特徴の韓国チーム。中国対韓国戦、どちらもこの後対戦するチームだ。先に決めたのは中国。中国はもうみんな背高いんで、まあ、もっと体で当たっていかないと勝てないかもしれない。いや気合で勝ちたいです。その後韓国が一旦追いついたが、2点を追加した中国の圧勝。予選リーグ、もう負けられない日本。明日の韓国戦は、韓国のチームはどうなの、勝てそうなの。勝てる、勝てる、頑張る、勝つ。勝つはどうすれば、一人一人が頑張る、走り回る、走り回る、一人一人が頑張る。明日は絶対点を取って勝ちたいです。はい、頑張ってください。明日は全部取れるように頑張りたいです。はい、頑張ってください。チームがまとまります。頑張って1点も入れさせないようにしたいです。もう負けられない試合当日、相手は6番キャプテンベックンホが中心のチーム。昨日の反省を生かして勝ちに行く。前半早々得点チャンスが、キーパー正面、しかしゴール。8番田中、この難しいシュートを決めた日本が先制。このままハーフタイムを迎えた。両チーム気合が入る。後半もチームみんなで6番をマークする。
ここでディフェンスの要キャプテンが相手6番と交錯。治療のため一旦ピッチを出たその穴に韓国絶妙な6番へのパス。韓国ゴール。追いつかれてしまった。攻め続ける日本。しかし結果は引き分け。勝利を逃したショックは大きい。もう決勝トーナメントには行けないのか。しかしソウルが中国を破る大金星。決勝トーナメントへ望みがつながった。今度こそ勝つ。みんなの気持ちは一つ。後ろにパスして、で、空いてるところにポンって蹴る。そこを蹴るとダメだ。セットなんてないよ。はいはいはい。まあ、一本やってさ、飛ぶ距離分かったら普通2回目から分かるだろ。お前なんだ、何目も分かってねえじゃん。当たり前だろ。当たり前じゃねえよ。話が変わっちゃったよ。そうだ。メディアはやめようよ。コミュニケーション取れない。強敵中国に勝つためにみんな真剣。ミーティングは夜遅くまで続いた。誕生日には海外へ。バースデー悟空登場。JAL。アンチシェイク。世界初 CCD シフト方式、手ブレ補正機能搭載。デジタルカメラはコニカミノルタ。もしもし、快適コミュニケーター、 N506i NEC。 そろそろ上質な色はどうですか。N900IS NEC。 この番組は住まいのデパートペンタ君の提供でお送りしました。もう絶対に負けられない試合。対戦相手は強豪中国。何としても勝って決勝トーナメントへ。予選リーグ、これが3試合目、最後の試合ということになります。日本、相手は中国。初戦、そして2戦目と韓国チーム相手に引き分けました。これはしかしチャンスになってシュートに行った。これよく防いだ。小林よく防ぎました。危ないところ。しかし日本まだこれに勝てば決勝トーナメントに進む可能性が残されています。スローインから、あーっと通されました。お、 PK です。 PK 日本チャンス。さあ蹴りますのは割田。あーっとクロスバー、ありがとう。わー、これはつなげられるか。あー、しかしものにできませんでした日本。さあ、なんと細かいところをつなごうとしています日本。奪われた。おー、ハーフライン付近。あーっとボール奪われました中国。短いパスを通された。前につながっていく。左サイド、左足のシュート決まりました。先制は中国です。先に奪われました日本。
なお中国高生、キーパー小林学校を抑えました。左サイドからの攻撃、起点を作ります中国。長身の選手が揃っています中国ですが、あーこれもファウルがありました。さあ岩原のフリーキック、あー壁に当たった、こぼれたボール懸命に奪いに行きます田中。生まれたシュート、しかしあーこれはつながった、シュートいく、小林誠だ、小林素晴らしいセーブを見せます。あーグラウンドのパス、これも通しそうだ、あーっと倒れました、ここは倒しました。さあチャンスになるか、抜け出せるか、抜け出せるか、田中、あーフリーキック、さあ日本物にできるか、シュート、直接行きましたがクロスバーの上です。必ずどっちかが中盤にできるような形で、そこからお前クリアする、横で見てたの、ここ1点を追いかける日本、田中をキープ、小回りを大きいこの中国の選手を相手に果敢に攻めていきます日本。スルミカーゴール前つなげていく、飛び込んでいくが長身のディフェンダーに阻まれる、このシュートはディフェンダーに当たってゴールキーパー、赤いユニフォームの中国、ここもボールを展開しようとしています。ゴール前、あーっと宮シュート決まった、2点目が入りました中国。さあ日本は2点を追う形になります。ここが中国またキープ、ボールをつなげる、胸を落としてダイレクト、あーチャンスになりました、宮シュート決まった、3点目が決まりました。あーもう時間がありません、試合終了。この夏少年たちの韓国での試合は終わった。海外に来て試合をすること、まあ、生活することで、まあ、いろんなことを勉強もし、いろんなことを考えられるようになった。これというのはやはり小さい頃からこういった経験をしていると、必ずこの先中学生でも高校生でもプロになるにつれても必ずどこかで何かを判断するときにこういった経験が生かされてくるんじゃないかなというふうに思います。しかも厳しい親元から離れてこういったところで遠く離れた、まあ、韓国で、まあ、今はライバル国となってますけど、こういったところで切磋琢磨しながら、それぞれが経験してこの先に必ず生きてくるようなこの韓国の遠征だったんじゃないかなというふうに思います。次は絶対負けないように絶対勝って、今回は負けてしまったけどその借りを返す。ビオラのアンプ475万円、 B&W のスピーカー500万円、ハルクロのアンプ550万円、アバンギャルドのスピーカーシステム1000万円、リスニング料無料、秋葉原ダイナミックオーディオ、オーディオケーブル1メートル120万円。ならばおくんさよなら、およさよなら。